おはこんばんにちは。ちょっと、この挨拶は他の私の挨拶じゃないですか。まあ、それは置いといてホワイトカルです。今回はなぜか後ろに長いトラックを私が運転しています。あ、メタンよ。本当ごめんなさい。本来ならトリプルスはユキさんじゃないんだけど、どうしても、ね。今回はお隣さんのカー用品店からバーナルまで大量のタイヤを配送してね。注意事項は後ろに長いトリプルスくらいかしら。短いけどちょっと忙しいので以上よ。ご安全に。メタン、早く戻るのだ。今後を考えねえと本当にやべえのだ。わかってるわ。積み込みも終わらせたので早速出発しています。実はちょっと会社の存亡の危機になってまして、高速に入ったら説明しますね。順序立ててお話ししますと、2つほど問題があります。1つは動画投稿者のやる気の問題で、まあこれはどの動画でも共通の問題ですね。珍しく季節の変わり目で体調を崩していつものペースで作れなかったって話です。ただもう一つが致命的な問題でして、動画投稿者からこんな画像を連携されました。車買ったんだ、平成19年とかボロを買ってどうするのって私は思ったんですが、どうやらアリアルさん、ミリアルさんが車載動画に移籍するかもって話が出まして、トリプルス運転できる人が減っちゃうじゃないかってことで慌ててるみたいです。あと動画投稿者に移動の話が出てきまして、移動でテレワーク終了、余暇時間消滅の危機みたいです。先は見えませんが、今のスタイルでの動画投稿は難しくなってきたみたいですね。そんなわけで今回から不定期更新になるみたいです。あ、本社事故で封鎖されて、まあ自分語りはこの辺りにして、コメントでも返しましょうか。コメントには愛をコメント。これ一体どうなってるんでしょうね。本当どうなってるんだろうね。あ、このトラックの所有者の人、いや編集負荷を抑えるために今回は私がコメント読み上げ担当のアリアルさんだよ。ちなみに今回の走行中 BGM は全部生成 AI の角で作ったらしいよ。すごい。ついでに編集負荷軽減で無線音声のフェクトをなくしたよ。それ地味に聞きにくかったからなくて大丈夫です。それでは2024年10月14日19時時点で前回の動画にいただいたコメントへ返信するよ。最初に武骨骨の挨拶系コメントから。毎回ありがとうございます。挨拶コメントをいただくたびに次の動画を作るぞって意欲が出ます。まあ今回はいろいろあって間が空いちゃったけどね。あ、ピーターじゃないか。羽の存在感よ。前回は珍しくピータービルト製のトラックでしたけど、なんでですかね。ドライバーに異なるトラックを割り当てる予定だったので使う意味はないですね。強いて言えばぬいぐるみはフロントのセンターにフレームが入るのは嫌いみたいだけど。設定を優先してあれを選んだんですね。羽についてはまあぬいぐるみは結構気に入ってたね。確か昔新車で買った軽自動車にも羽つけてたんでしたっけ。メーカーオークションで結構高かったらしいね。まあ空域パーツだから空力性能はほぼないけど。後輪三軸振り回すギャル。後輪三軸は基本的に私たちのトラックは全部そうですよね。お金に不自由しないプロファイルだからとりあえず高い部品で選んじゃってるからね。まあそのおかげで私のデビュー動画で小回り聞かずにひどい目にあったけど。近所のカー用品店でしたっけ。なんか知らないけど最近あそこからの依頼が多いんだよな。ジングル化しておる。今回もミリアルさんがうすら浮かんで声が聞こえましたが、何なんでしょうね。まあ私が毎回説明役で入るような感じだね。一応私たちでソフトウェアトーク実況デビューしたから気を使ってるんだろうね。ドライバー不足やろな。あとは
産業時間の云々もあるか。日本でのダブルストレーラー事情でいただいたやつですね。確かに残業時間規制もありますし、人手不足もありますし、いろいろなんでしょうね。動画投稿者もボロい車買ってましたし、見かける機会増えるんですかね。最新資料で首都高湾岸線がダブルストレーラーの通行区間に加わったらしいからね。東京暮らしのあいつ、ドライブで首都高を走るだろうし、見かける可能性はあると思うよ。2024年9月更新、これ本当に最新の資料なんですね。その目的なら今さらやけど RTX3060 の 12GB の方がガガガ。よくわかりませんが、このやつだと何がすごいんですか？単純に RTX3050 の上位モデルなのと V ラムが多いって2点が理由だね。ただちょうどいい商品があったって言って、もう RTX3060 の 12GB に換装済みです。動画投稿者は一体どこにそんなお金が？中古品購入に加えて RTX3050 を売却してるから実質1万ちょっとくらいって言ってたね。何その実質0円の派生思考。すごいはずなんだけど、いろいろ風向きがな。悪い話多いからな、その手の話。今回はこの2つが最後のコメント返しになります。難しくてよくわからないです。いろいろと追いついていないからね。それは法整備の観点から人としてのモラルの観点まで。少なくとも生成 AI を使う側としてはモラルある使い方で便利に使っていきたいですね。今回のコメント返しは以上です。コメントありがとうございました。またいいねやニコニコ広告などもたくさんいただきありがとうございました。あれ、1名抜けてる気がするけど。自作自演チケット分だよ。あ、把握しました。それじゃ一旦失礼させてもらうよ。コメント返信のご対応ありがとうございました。さて残り300マイルを切ったし、頑張るぞい。やっべ、ここで出るから右に移らないと。あ、これ絶対に目的のルート通れないや。すぐナビが反応して十数マイル増えちゃったけど、その程度で済んでよかった。うん、私未だにうまく車線移動できないから、こういうことが稀によくあるんだよな。ラッキー、ここまで大半の信号に引っかかったけど、最後だけギリギリ青で進めたよ。さて今後の展開について遺跡話が出てる人に聞いちゃおうか。アリアルさん、ホワイトカルです、どうぞ。はいはい、ホエフォントのアリアルさんだよ。ぶっちゃけ移籍するんですか？全然決まってないね。別に私たちが希望出したわけじゃないし。あいつは疎遠気味の某 VTuber モデラーの人に影響されて中古車を買ったって言ってたからな。それって誰です？あいつのアバターの黄色いネズミを描いてもらった人だね。あとあいつは地味に初代コペンに執着があったからね。まあ軽自動車のスポーツカーだから欲しかったんだろうってのはわかるんだけど。いや、さっきのコメント返信であいつ過去に新車の軽自動車買ったって言ったじゃない。あの時実はギリギリまで当時新車のコペン買うことを考えてたみたいなんだよね。でもお金がなくて買えなかったと。ディーラー対応がお察しくださいで、ダイハツ自体を見限ったって話だね。何それ。そんな経緯があり、他人が現行コペン買って羨ましくなって初代コペン買ったって感じだね。駐車場の費用で維持できなくなるんじゃ。東京って数万円必要って話だし。それが具体的な金額は控えるけど、青空駐車じゃないところをほぼ抑えたらしい。そんなことをしてるから動画投稿が遅れたんじゃ。事実陳列罪で大変なことになるから、そういうことは自重した方。あのグレースケールカラーになったホワイトカルです。いや、私は一体どこで無線受けて、どこで代替用品になったのやら。
私じゃなくグレースケールで反転カラーになったって前提でミリアル呼んで欲しかったな。いや、私もトリプルス運転できるから大丈夫だけど。ブッヘ、納品先は道路を鍵状に進むのかよ。トリプルスで行くような場所じゃないな。後ろは大丈夫そうだね。問題はここだけど、納品時は問題なくいけそうだね。うん、あとは受付場所に向かうだけだから大丈夫なはずだけど。思ったより狭い場所だから、これちゃんと駐車できるかな。これ、ちゃんと指定場所行けるかな。その場所なら大丈夫かな。オッケー、ごっちゃん、積み込み下ろして。今回はドライバー交代はありましたが、無事に配送完了しました。とりあえずぬいぐるみの先行きが怪しくなったので、今後の動画投稿は不定期になると思います。あと、私とミリアルが車載動画に移籍するかは決まってないけど、移籍してたらよろしくね。しかし、車載動画か。この動画との違いがゲーム画面か実写化しかなさそうだね。緩和9台、それじゃ、今回はここまでということで。ご視聴ありがとうございました。広告やいいね、フォローなどなどよろしくお願いします。